はい、今回はですね、iPhone の容量が、気がつけばいっぱいいっぱいになってしまうっていうことね、よくあると思うんですけどもね、私はですね、16ギガなんですよね。だから結構すぐなくなってですね、困るんですよね、写真とか動画とか撮ったら。で、確認するやり方はこうですね。はい。使用済み11ギガ、使用可能243メガ。ということでね、ストレージ管理を押すとね、詳細が出てくるんですけどもね、結構そんなにね、iMovie 以外はね、容量たくさん使ってるのはないんですよね。ということで今日は、このね、覚えておいてください。使用可能な容量243メガ。これをね、今ちょっとね、増やしますのでね。はい。一旦ホーム画面に戻ってですね。こちら、電源ボタンと、ホームボタンを、同時に、長押しいたします。いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8。はい。するとね、アップルのね、マークが出てきます。これ一応ね、メモリーの開放ということの処理になるんですけどもね、これで結構ね、容量がね、戻ったりいたします。結構ね、使ってるうちにどん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 ね、こう、蓄積されていく部分をね、解放するという処理になりますよね。メモリーの解放。で、今これね、Apple マークが出っ放しになっていますけれどもね、時間経つとね、今ちょっとパスコード入れるので、ね、一旦、暗くしますね。で、入れました。はい。そしたらですね、先ほどのようにね、容量確認行きに行きますよ。一般、間違った。ストレージの、ほら、2.72GB になったでしょ。使用済みも減ったし。ねえ、これでまた1本、2本動画撮れるわけですよね。写真とか。はい。ということでですね。ちょっとね、容量をね、ギリギリな人にはね、私みたいなね、16GB とか使ってる人はね、ちょっとね、一時的というか容量を増やすね、やり方をね、紹介いたしました。iMovie とかね、編集しててね、容量がね、減ってくるとね、編集保存できない時とか結構あるんでね、ちょっとはね、参考になっていただければ幸いでございます。最後までありがとうございます。失礼いたします。